第二代マンチェスター伯爵エドワード・モンタギュー第二代マンチェスター伯爵エドワード・モンタギューはイングランドの貴族、軍人。新京都革命では議会派の司令官として王党派と戦ったが、後に部下のオリバー・クロームウェルから消極的な姿勢の責任を問われ、軍から追放された。1602年マンチェスター伯ヘンリー・モンタギューとサー・ヘンリー・スペンサーの 孫娘キャサリン・スペンサーの息子として、オックスフォードシャーで生まれた。海軍軍人のサンドウィッチ伯爵、エドワード・モンタギューは、重帝で、詩人で、政治家のハリファックス伯爵、チャールズ・モンタギューは老いにあたる。1623年に、チャールズ王太子とバッキンガム皇、ジョージ・ビリアーズのスペイン訪問に同行、帰国後は、ハンティンドンシャーから、会議員に選出され、政治に、 参加、1626年に、チャールズ1世から、バスクン賞を、受訓、モンタギュー男爵、マンデビル爵に助爵され、上院へ移った。同年、ウォリック博、ロバートリッチの娘アンと結婚。1642年に第一次イングランド内戦が、始まると、長期議会から、エセックス博、ロバートデバルーと並んで、軍事指揮官に選ばれ、父の死により、 マンチェスター白衣を継承、東部連合司令官として、王党派の迎撃に向かい、1643年に、リンカンシャアを攻めた、王党軍を、ファーディナンド・フェアファクス卿、トーマス・フェアファクス府市と、クロムウェルらと合流して、ウィンスビーの戦いで激破、東部連合副司令官となったクロムウェルと共に、王党派への交戦を続けた。1644年には北上して、 アレクサンダー・レズリー及び老いのデイビッド・レズリーが、率いるスコットランド国民名約軍や、フェアファクス軍と合流、応答派の入ッする孔、ウィリアム・キャベンディッシュが牢上したヨークを包囲したが、カンバーランド孔、ルパートの援軍で包囲を解いて引き上げ、撤退中に追撃したルパートと入ッする孔の軍と、王戦、マーストン・ムーアの戦いで勝利して、ハンティンドンシャーへ向かった。しかし、 この頃から戦意を失い軍事行動を停滞させるようになり、西部に駐屯していたルパート軍の攻撃命令を拒否したり、エセックス博が応答軍に襲われ、議会から救援命令を受けた時も即座に動かなかった。エゼックス博が敗走した段階になって進軍したが、第2次ニューベリーの戦いでは、ウィリアム・ウォラー率いる友軍を救援しなかったり、 クロムウェルの追撃要請を退けたりしたため、応答軍が立ち直ってしまった。このような日和りみ的な態度が問題となり、議会とオーラークロムウェルから非難され軍法会議にかけられ、1645年の事態条例で軍から排除された。帰化の軍勢もニューモデル軍として再編成された。以後は上院で政治活動に取り組み、 チャールズ1世の処刑には反対の態度をとり、1649年にチャールズ1世が処刑され、イングランド共和国が成立すると政界から引退したが、1660年に王政復古でチャールズ2世が即位すると、宮内長官に任じられた。翌1661年にガーター勲章を受勲、1665年に王立教会フェローに選ばれた。 1671年に69歳で死去、息子のロバート・モンタギューが釈位を継いだ。1644年に消極的な態度に出た理由は、元が貴族であったため、チャールズ一世との決定的な対立は避けて、和平で戦争を切り上げようとした思惑があったからと、されている。軍法会議では、もし我々が国王を99回破っても、依然として国王であり、 子孫も国王であるが、国王が我々を一回でも打ち破れば我々は、全員公主刑となり、子孫も抹殺されるだろうと弁明して、和平を主張したが、クロムウェルからは、ならばなぜ初めに武器を取ったのかと、中途半端な態度を非難されている。ABCD 松村、p 四十九今井、p 二百二 P204。清水、p 十九 p 十一 p 十二 P77P78 今井 P205P206 清水 P80P86 モンター牛エドワードセカンドアールオブマンチェスターレコードザ・ロイヤル・ソサイティ2014年8月27日閲覧今井 P206 清水 P44P82 ありがとうございます